美咲、行くぞ。はい。あと、全日本選手交代のようです。美咲くん、翼くん。今回特別に全日本ジュニアユースのメンバーに抜擢された美咲くんが今グラウンドに立ちます。さあ翼くん、まずあのキーパーヘルランデスから1点取ろう。うん、美咲くん。イタリアのキックオフ。ドリブルに入る。鮮やかなドリブル。その華麗なプレーは3年前と少しも変わっていません。美咲くん、あー、今度はパスだ。そしてパスの行き先は翼くんだ。翼くん、美咲くん。これは翼くん、美咲くんのコンビ。フランスの空の下、今南葛のゴールデンコンビが全日本ゴールデンコンビとして復活です。そしてイタリアゴールまでまっしぐらだ。セックが必ずここにパスを送っている。よし、翼くん。ああ、美咲くんパスだ。横の翼くんにパスを送った。そして出た。これは翼くんの18番オーバーヘッドキックだ。必ず止める。これは翼くん、オーバーヘッドの体勢のままとっさにパスに切り替えた。何？そこに美咲くんが走り込む。キーパーヘルナンデスくん、完全に逆方向疲れた。ああ、ヘルナンデスくん、もう一度逆方向に飛んでいる。止める。もう一度翼くんにやり返した。そのボールを今度こそ翼くんがダイビングヘッドで押し込む。よし、やった。ヨーロッパナンバーワンパーフェクトキーパーと呼ばれたジノ・ヘルナンデスくんからついに値千金のゴールを奪いました。ナイスアシスト、美咲くん。ナイスシュー、翼くん。イタリアのキックオフ。サイドへパス。ボールを奪った。トウトウ、いけ、俺のタイガーショット
ピードで振り切る。いけ、一気に抜き去る。翼、それ止められた。松山君、ボールを奪った。ここはパスを出した。武蔵君、ここは他の選手に任せます。それ翼君、トップスピードで振り切る。ゴール前に上げた。よし、シュートじゃないな。任せろ。うわあ、よし、それアリーニョ君、リュウガ君、よし、ボールを奪った。そうそう、パス、うまく味方に渡るか。よし、立花君、よし、スピードに乗ったドリブル。翼、ここはパスで様子を見るか。それ翼君、よし、一気に抜き去る。いけ、スピードに乗ったドリブル。いけ、ちょっと移動したか。フェデリーコ君、アルデリ君、石崎君、吹っ飛んだ。澤田君、よし、ボールを奪った。パスを出します。と立花君、一気に抜き去る。よし、翼君、よし、スピードに乗ったドリブル。おっと、ここで前半終了の笛です。前半、全日本リードで折り返します。全日本のキックオフ、パスを回す。いけ、なんとか抜き去った。それドリブルで運びます。翼、サイドへパス。よし、澤田君、パスを渡す。よし、
分。翼軍、よし、ボールを奪った。とこれは抜けなかった。なに、それバサレロ君、パスを回します。さす、マガザロールか。うわー、